はい、ポケモン超不思議のダンジョンやっていきましょう。どうも皆さんこんにちは、三浦です。今回実況6回目かな。はい、前回はね、初めてのボス戦でガバイトっていうポケモンをやっつけたんですけど、今回はね、そのガバイトがなんかいいものを見せてくれるということで、早速やっていきましょうか。何見せてくれるんだろう。まだ1時間半しかやってないんですね、僕。お、なんかすげえ、たくさん宝石持ってんじゃん。ここが俺の秘密の隠れ家、宝石部屋だ。わあ、すごーい。リオールとピカチュウは赤い宝石をね、ヤンチャムに取ってこいって言われてここまでやってきたんですけどね、それを知ったこの青い怪獣がですね、ブチギレて襲ってきたんですけど、こんなに宝石あるんだったら1個ぐらいくれてもいいんじゃないかな。宝石でいっぱいだよ、ピカリン。俺、宝石を集めるのが趣味でよ、せっせと集めてたらそのうちこんな部屋ができちまったってわけよ。まあ隠れ家なんで最初は誰にも気づかれなかったんだが、ある日モグリュウの皆さんがここと炭鉱をトンネルで繋いじまったんだ。それ以来ここのお宝を狙う輩が増えちまってよ。なのでここに繋がっている穴を立ち入り禁止にして、それでもやってきたやつは追い払っていたんだ。あ、危険な場所じゃなかったんだな、別に。その時はモグたちも戦いに参加する約束なんだけど、ドキドキ。その場に立つといつもドキがムネムネしてて、なんだそりゃ。ドキがムネムネして。そっか。ごめんね、いろいろ迷惑かけて。またリオールはみんなに迷惑かけてる。でも、炭鉱の奥がどうなってるか分かったし、すごい宝石部屋も見れたし、ワクワクできたし大満足だよ。ありがとう、ガバイト、モングリュウ。ピカリンもありがとう。僕冒険が好きだから張り切っちゃったけど、ここまで来れたのはピカリンのおかげだよ。いや、このピでリオールもね、結構強かったんですよ。目的も果たせたし、あとは前に行ったとっておきの場所に案内するよ。あ、なんか気持ちよくなれる場所っていうね、ちょっと怪しい場所が、一緒に行ってみないって言われたんですけど、さあ帰ろう、ピカリン。あ、結局赤い宝石どうしたの。ヤンチャムとの約束果たせなかったじゃん。またバカにされんぞ。おら無視してる。おい、お前たち、立ち入り禁止の穴には行ってきたのかよ。うん、行ってきたよ。すごい楽しかった。行ってきたの。証拠は、そう、この証拠が赤い宝石だったんですけど、赤い石は取ってきたのかよ。ないよ。だってガバイトの宝物だったし、それに大切なのはバッグに入れて持ち帰るより見たものを心の中にしっかりしまっておくことだよ。なんか深いこと言ってんな、この人。ただの問題児じゃない。ピカリン、こっちだよ。なんだろう、気持ちよくなれる場所ってなんだろう。着いたよ、ここだ。ピカリン見てよ。お、すげえ、なんていう村だっけな、これ。ピカリンが一番最初に連れてこられた村、うん、木の花の家があるんですけど、綺麗でしょう、えへん。ここから穏やか村が一望、穏やか村ね、なんだその名前、穏やか村って。すごく眺めがいいから僕だけじゃなく村のみんなも大好きなところなんだよ。だからピカリンにも見せたくって。いいでしょここ。いいね、ここ。ふう、一仕事終わったし、こうやって空を見上げると気持ちいいよ。見上げてねえし、今日は天気もいいし、冒険も成功したし、うん、確かにね、本当最高だよね。うわー、すげえな、すごい入道雲。入道雲があるということは今夏休みっていうことか。この大きな木よりずっと大きな雲がもっともっと広い空を流れてて、でもそれも世界から見ればすごくちっちゃいわけで、世界はどんだけ広いんだろうって思うよね。僕もあの雲になりたいんだ。あの雲のように村の外に出て世界のいろんな場所に行ってみたい。
いろんなポケモンに出会って、いろんな冒険をしてみたいんだ。そのためにも町の調査団に入りたい。調査団に入っていろんなところを調査して、そしていつかはこの星の世界地図を完成させたい。星の世界地図はかなり厳しいんじゃないかな。それが僕の夢なんだ。そっか、リオルには夢があるんだ。夢ってなんかいいよね。世界地図を完成させたいってかなりでかいですよ。この星がどんだけでかいかよく知らないけどね。でもダメなんだ。子供は調査団に入れないんだ。そうじゃなくても村の外は危険だから出ちゃダメとか言うし、あれやっちゃダメとかこれやっちゃダメとか、どうして大人たちってああなんだろうね。みんなで寄ってたかってああだこうだ言うし、そんなことだから無茶なことがちっともできないんだよ。うん、まあそうだよねピカチュウ。でも僕は諦めない。絶対夢を諦めないよ。絶対に諦めない。だからピカリン寝てるよ。ピカリン寝てる、まあ、ピカチュウなんですけどね。僕が名前を勝手にピカリンにしただけです。あれあれ、いつの間にか寝ちゃったし、冒険で疲れちゃったのかな。そう、初めての冒険だったのかな。初めての冒険じゃないや、2回目だ。ねえピカリン、ピカリンも僕の夢を応援してくれる？ねえしてくれる？あ、今うんって言った。確かにうんって、いや寝てるからさ寝てるから。よーし、僕頑張る。絶対頑張る。頑張るぞ絶対あ、夢は諦めずにね。あ、夜になってる。これが木の花の家、結構でかいんだよね。うん、丘の上では気持ちが良くてついつい寝てしまったけど、でもすごくいい場所だったな。大きな木のある丘は、ポケモンの世界って自然が綺麗だし、とても気持ちいいところなのは分かったけど。そう、あのこのピカチュウはですね、ポケモンじゃないんですよ。もともと人間なのが、なんかよく分かんないんですけどポケモンになっちゃったんですね。その世界にどうして自分は来たんだろう。なぜ自分はポケモンになってしまったんだろう。ああなるほどね。確かに今の段階だと分かんないことだらけ。あとオーベムも気になるし、ここにずっといて大丈夫なのかな。あ、ゲグザ。あ、どうなってんのこれ。あれは一体何だったのだ。我は初めて恐怖を感じた。伝説のポケモンなのに。いや、あ、あ、じゃあ霧がいいんで、まだ短いんですけど、まだ10分もやってないんですけど、ここで一旦終了しますかね。なんだろう、最後の伝説のポケモンレグーザがビビったという恐怖を感じたっていうのは何なんですかね。まあ一旦おしまいにしますか。記録してトップメニューに戻る。